記者コラムフリートーキング現役の僧侶とプロボクサーという一風変わった二刀流選手がいるテンプル・カンバラ 26= イコール競泳2019年6月のプロデビューからコツコツとキャリアを重ね今月7日に東京後楽園ホールのライトフライ級8回戦で A 級初戦に臨んでジャッジ二社がフルマークをつける鑑賞を飾った始めたのは お世話になっている深大寺のボクシング好きの先輩に、運動したいならやってみれば、と勧められたのがきっかけです。選手になるつもりはなかったのに、まさかハマってしまうとは、とカンバ原は笑って振り返る。ボクシングという競技の奥深さに加え、僧侶の修行にも通じるストイックさも感じ、どんどんのめり込んでいったという。現在は3連勝で通算7勝2敗、日本ランク入りも間近だ。 東京都調布市の深大寺で毎日お勤めや事務仕事をしながらジムに通っている。社交的な性格から応援してくれる人の輪も広がり、深大寺名物の日本そば屋が何軒もスポンサーについてくれる。実家はつツじじの愛称で親しまれ、春に多くの観光客が訪れる佐賀県木山町の大光善寺。ボクシングを始めたときは心配されたというが、 現在は住職でもある父が試合のたびに後楽園ホールに駆けつけるなど応援してくれているという。ボクシングスタイルはスマートだ。ジャブをつきながら足を使って最小限の被弾で試合をコントロールする。翌日にはお勤めに戻らないといけないから、パンチをもらわないっていうのをずっと意識してきました。試合中にカットなって殴り合ったことなど一度もないという。一方で、 慶応勝利はゼロカウンターとかタイミングをもっと磨かないととカンバラ当面の目標は日本東洋太平洋などのタイトルマッチ異色のボクサーはこれからも仏の道とボクシングの道を同時に進んでいく